オリンピックベースボールセンターはギリシャのアテネ郊外にある野球場群。大球場と小球場の2つの野球場で構成される。2004年のアテネオリンピック及びアテネパラリンピックで競技会場となった。1997年に行われた IOC 総会により2004年の夏季オリンピック開催地がアテネに決定した。アテネ南方の英華界に面した場所にあった。 ヘリニコ国際空港が2001年3月に閉鎖され、その後空港跡地でオリンピック会場、ヘリニコオリンピックコンプレックスの建設が始まった。野球場は2004年2月27日に完成し、3月24日から28日には、欧州4カ国が参加する大会が開催された。公式会場日を迎えたのは8月12日。5日後の15日からは、 オリンピック本戦が始まった。大会は25日まで続き、キューバが金メダル、オーストラリアが銀メダル、日本が銅メダルを獲得した。全チーム総あたりの予選リーグは15から18日、20から22日に両球場で1日2試合ずつ、準決勝、3位決定戦、決勝は24から25日にすべてフィールド1で開催された。パラリンピックでは、 アーチェリー競技の会場となった。フィールドに使用されている芝は暑さに強いバミューダ芝という品種である。この品種は硬い芝であるため打球の勢いが殺されやすい。また外野スタンドがないことから風の影響を受けた打球が流される。風の強さは常時7から8メートルとも言われる。五輪終了後、フィールド1は2007年にサッカースタジアムに 改築され、地元のサッカーチームである S ニコスピレウス FC のホームスタジアムとして使用された。2013年5月にチームはオリンピック事務所と2年間のスタジアム使用契約とスタジアム再建の合意も締結した。これにより、スタジアムの収容人数が2万2000人に増加する予定であったが、その後、チームは スタジアムのセキュリティ上の問題から契約を取り消したことで白紙となった。その後、ギリシャ入国を待つ人向けの難民キャンプとなった。IOC2004P269AB、箱、オリンピックベースボールセンター。アテンズ2004オリンピックゲームズ、ベニューズ。2006年3月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月10日閲覧。 ベースボールテストイベンツアテネ2004ベースボールイングリース2007年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年8月10日閲覧杉山勝良ラ長島ジャパン最大の敵はアテネの強風アテネ五輪野球イタリア戦スポーツナビオリジナルの2004年8月18日時点におけるアーカイブ http://web.archive.org/web/20040818011527/http://sportsnavi.yahoo.co.jp/baseball/japan/srathene/column/200408/srathat001926.html2021 年月日閲覧シータオミクロンシグマパイオームシグマ S ニコースペイライエウス f c 二千二十年二月十一日時点のオリジナルよりアーカイブ千二十一年八月十日閲覧 AB アルファローアルファーシータイオタアルファニュガンマイオタロガンマカッパニュイプシロンイオタニュアルファーシータウプシロンューゼータプシロンイオタスポーツ fm, グレーン ,https, www, スポーツ fm, グレーンアーティクル通過ネイクナサムシ678,9492021年8月10日閲覧。ミューニューイプシロニヨタオミクロンガゼッタ。 クレーン、https コロンスラッシュスラッシュ www.gazeta.gr スラッシュフットボールスラッシュアーティクルスラッシュ513353スラッシュアイダッシ i-aek-m-e-n-e-i-o-a-k-a2021 年8月10日閲覧。シューベルト、アチカマカイ、マイリー、デーモン、アルワ、グリースエス、ウェアハウスオブソウルズ、 レフュージーズスタックインオールドステーディオムズテレリクトエアポート CNN HTTPS エディション CNN.com 2016 0309ヨーロッパグリースレフュージーズオリンピックパークエアポート2021年8月10日閲覧ありがとうございます